グアム大学アドベンチャースポーツキャンプは、グアム大学が夏休み期間中に開催しているスポーツキャンプ。グアム在住者及び海外からの児童を対象としている。日本、韓国、台湾等からの児童も毎年参加している。2013年度は後20から8にまでの期間開催された。2014年度は後19から8、1。 2015年度は5、25から8、7、2019年度は6、3から8、16に開催された。グアム大学に一番近い宿泊施設は、レオパレスリゾートグアム、宿泊者に、プログラムの予約代行をしている。5歳から15歳までの年齢別に分かれて、グアム大学体育館でのレクレーション、スポーツ、遊び等の体験をする。グアム大学のボランティアの学生が、 児童のスポーツキャンプを補助する。単に、デイケアではなく、プレスクールやサマーキャンプの意というのではなく、位置づけとしては、家庭や学校における学習や生活の延長としている。グアム大学体育館でのスポーツ、レクレーション及び学外での課外活動が、プログラム内容となる。スポーツは、バスケット、ドッジボール。レクレーション、課外活動は、釣り、映画鑑賞。 プールでの実習など、時間は9時17時まで、期間中の月金曜日までがスポーツキャンプの実施日となる。英会話のプログラムではなく、スポーツやレクレーションを通じて英語と触れ合うプログラムである。子供のみで参加のプログラムであり、年齢別にプログラムが分かれているので、子供の成長とともに上のクラスでプログラムに参加できる。 プログラム内容は年齢により4つに分類されている。高学年になるほど自立心を高めるプログラム内容となっている。キャンプ ABCs キャンプディスカバー、S キャンプエクスプローラーズキャンプエクストリーム。ありがとうございます。